ポッゲンケがポジティブケイアラデデジャンようこそ。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、私にはね2個上の兄がいるんですよ。ということでね、今日は兄がいる妹あるあるについてね語っていきたいと思います。それではレッツゴー。いや、これはねしょうがないんだけど、当時の私はねすっごい他の子が羨ましかった。例えば私の場合自転車とかね、なんていうのかな、他の周りの子はみんなこう可愛い水色とかピンクとかの自転車持ってるのに、私だけなんかちょっと青でちょっとごつい自転車だったりとか、なんか自転車以外にもなんか私スキーとかもしてたんですよ。だからスノーブーツみたいなやつとか、オンボロになるよりも前にそのお兄ちゃんとかが先に成長してしまって、結局私に来たものって全然可愛くなくて、まあ一応ね親も後々私が使うことを考慮して多少なりと色とか選んでくれたと思うんですけど、なんかそれでもなんていうのかな、やっぱり他の子みたいに全然ラブリーなものではない。マジで悲しかった、めっちゃ悲しかった。アニメ大好きだったから、マジキラレボ全盛期だからキラレボとか見てたけど、でもお兄ちゃんが見てるものもめっちゃ気になっちゃうわけ。だからなんかムシキングとかドラゴンボールとかね、デジモンとか、マジでそういうのも結構見てて、でしかもそれの方が見てて盛り上がれるわけよ。キラレボとかって私一人で見て一人で楽しむものだったから、なんか逆にお兄ちゃんが見れるものの方が一緒に楽しめたの。だから余計詳しくなって、でも周りの女の子とだから話が合わないの。泣いたーみたいな。カードゲームとかもうめっちゃ遊戯王とかやってたし、あの100円入れてカード出てくるゲームセンターにあるよくあるなんていうの、ああいう機械みたいなやつも虫キングとかもやってたし、お兄ちゃんの趣味に合った趣味みたいになってたかもしれないですね。はい、いややっぱりね、どう考えても力の差では勝てないの。いくら私がめっちゃマッチョとかマジ握力半端ねえとかでも、結局2個上の男の人には私は勝てなかった。私と兄ちゃんってもともと喧嘩するって言ってもこうボコ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 やり合う感じではなかったんですね。ってことはまあ口論になるわけじゃないですか。で口論でも結局お兄ちゃんの方が2年分の何その経験値とかなんかその知識とかがあるからなのか、絶対勝てないの。絶対論破されて終わるの。マジで一生勝てなかったあの人には。でも私の方が負けず嫌いだから、いつも私から挑んでいってバトって負けていじけて、でまた悔しいから挑んでっていう永遠の負けるループばっかり続いてた気がしました。はい、いやでもねこれはマジでありがたかったと思う。それこそね受験とか、まあ、就活もそうだし、未知なことに対して基本的に何でも経験してくれてるわけですよ。まあ確かにその性別が違うから化粧のこととか聞いても確かに分かんないけど、学校のこととかね基本的に同じような進路を進むなら何でも分かってたわけで、参考書とかもねなんかこれいいよとか普通にもらえたし、とりあえず先に先駆者がいる何挑む不安とかは全くなかったですね。これはみんなに当てはまるか分かんないんですけど、なんか私の場合年が近くて一番一緒にいる人ってお兄ちゃんなんですよ。で私の場合たまたまなんですけど、なんかいとことかも近い年の男子がすごく多くって、親戚関係で結構男に囲まれてたんですね。でしかも真似する対象も兄だから、女らしい振る舞いを別に学んできたわけでもないんですよ。普通にガサツになりましたね。男子特有のウェーみたいなノリに対しても抵抗ないし、今でもそうなんですけど、その例えば男子が4人集まってて自分がポンって入るとかっていうのも抵抗がなくなった。まあいい意味でも悪い意味でもその女らしさが消えたというかガサツになった気はしてます。これはわからん。これは妹に限らず弟はでもそうなんじゃないかなって思うんですけど、いや私心理学とかやってないで心理学とか分かんないですけど、バランス取れるように逆になってる気がするんですよ。これ、ね、性格が私と私の兄真逆なんですよ。まあ、簡単に言うと私はすごいウェーイっていう結構もうアクティブな人間なんですね。声もでかいし、こういろんなことに挑戦したがるし、結構楽観的というかチャランポラーってしてる感じの人間なんですけど、それに比べて兄はなんだろう、こうインドア的な感じで結構こう大人びた考えをしてるというか落ち着いてる感じで、で結構こう現実派というか結構いろいろ考えて行動するタイプの人なんですね。でなんて真逆なのかなって私考えたんですけど、いやもちろんね私も兄をリスペクトはしてるし、すごいなんかいろんなことね、私ができないこといろんなことできる人だし、すごい尊敬はしてるんですけど、多分なんですけど上の特徴があるから下はこうなるみたいなのが絶対あると私は思ってるんですね。
私の場合なんですけど、多分お兄ちゃんが優しくておとなしめだったから、私はなんでもかんでもこうわがままわー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 言って自己中になったんだと思ってるんですよ。だから逆に例えば上の人がねめっちゃ自己中でめっちゃ喧嘩しまくる人だったら、多分下はそれに対応して多分静かになったりするんじゃないかなって思ってるんですね。皆さんどうです？真逆ですかね？性別の違う兄弟がいる人って性格真逆ですか？私がいじめのターゲットになってたかっていうとそういうわけでもないんですけど、ニコさん、多分ニコさっていうのがちょうどよかったんですよ。中学校の時って私が中1で入学したらお兄ちゃんは中3なわけじゃないですか。私の部活ってこの上下関係がめちゃめちゃ厳しくて、で私のその先輩もねめっちゃ怖かったんですけど、私のその先輩がねお兄ちゃんと同じクラスだったんですよ。多分その同じクラスっていう効果もあって、この人が私をいじめたら多分そのクラス中でその噂が流れるわけじゃないですか。私がお兄ちゃんに言ってわーってなるっていうのを恐れて、あんまり私には言ってこなくって、まあね結果的にまあ人間性治ってねえから何の意味ねえだろうって思うかもしれないんですけど、それこそだからよくあるじゃん、この子のお姉ちゃんヤンキーだからやめといた方がいいよみたいな、それと同じですよね。要は別にお兄ちゃん別になんとヤンキーとかじゃないですよ、全然ヤンキーとかじゃないけど、もういるってだけで別に直接的ではないけどめっちゃ間接的に守ってもらってた気がします。いや別にお兄ちゃんが何かをしたわけでは全然ないですけどね。ありがとうございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあね、私はもう生まれた時から兄弟がいる状態なので一人っ子だったらどうだったのかなとかちょっと思うんですけど、まあ結果的に私はね兄がいて、まあ楽しく過ごせてるから、まあ、いてくれてよかったなって私は思ってます、すごく。まあね、これからはね、まあ、社会人とかになっちゃえばあんまり関わりとかもなくなってきちゃうと思うんですけど、いい関係性を保てるような兄弟に私もなりたいし、皆さんも育ってほしいなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。もし今日の動画がいいなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録、コメント及び高評価、またツイッター及びサバカンドのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。